はい、横山チョップです。今日はですね、仕事で香川に来ておりまして、その帰りにですね、せっかくですから海が近いので、釣りに来ております。果たしてね、何か釣れるんでしょうか。はい、皆さん楽しみにしておいてください。今ね、夕方なんですよ。夕方の4時過ぎで、ね、お魚ちゃんたちの捕食タイムに入ってくれたらいいんですけども、さあこのままちょっと頑張ってみます。もう30分ですかね、30分40分ほど、やってるんですけども、一向に当たりはないですね。隣のね、でもあのファミリーはあの釣ってるんで、お魚いるはずなんですけどね、僕の竿の餌には食いついてくれないですね。もうちょっと頑張ってみます。やっと1匹釣れました。メバル、ちっちゃいですけどね、晩ご飯にしようと思います。地味に2匹目釣れました。これはこの白ですかね。あのよく釣れると言われた美味しいお魚だと思います。やりました。今日の釣果なんですけど、メバルとこれはこの白ですかね。はい、1匹ずつでした。まあこんな感じで、あの釣果はですね、振るわなかったんですけども、あの自然をこう見ながらね、あのちょっとだけゆっくりできたので、リフレッシュできました。このね、釣ったお魚は、帰っていただきたいと思います。今回お世話になりましたフィッシングタイガーさんですね。あの餌とか、そのね、何が釣れるかとか場所とかポイントとか、あのすごくね丁寧に教えていただきましたので、香川県、坂出にいらっしゃった際には皆さんぜひね、このフィッシングタイガーさん、あのご利用ください。さあ見た目は悪いんですけど、この白を、焼きました。オリーブオイルで、これね、なんか小骨がすごい当たるらしくて、細かくこういう風に刻まないと焼いて食べれないらしいんですね。さすがにここまで包丁入れるとですね、大丈夫ですね。骨当たらないですね。だから骨せんべいみたいな感じで、うまみが結構出てます。うんうん。おいしいですね。まあ自分で釣ったから余計おいしいんでしょうね、これ。さあ、ちっちゃいメバルでしたけどね、あのこうやって煮付けにしてみました。命はね、大切に扱わないといけません。どうなんでしょうね、味の方は一回いただいてみます。はい、美味しくいただきました。もう骨だけになってますけどね、いつもちょっと醤油辛くなっちゃうんですね、僕自分で味付けするとね。はい、まあでもこれもね、数をちょっとこなしていけばもっとね、あの美味しく煮つけられるんじゃないかと思いますので、はい、これからもちょっとやっていきます。